巨人のアダム・ウォーカー外野手、秋広友人内野手、ドラフト2位、萩尾忠成外野手、慶大、育成、鈴木大和外野手が2軍に降格することが28日、決定した。萩尾は26日の DeNA とのオープン戦、那覇で、プロ初安打を放ったが、それまで紅白戦から15打席連続無安打と苦しんだ。鈴木は育成選手で唯一キャンプ1軍スタート。17日の紅白戦、那覇では2投と3投を2球連続で決めて存在感を示したが、その後は持ち味を発揮することができなかった。